さて続いては動物園だよりのコーナーです。今回は埼玉県子ども動物自然公園の登場です。今回はどんな動物が登場するんでしょうか。中継がつながっています。長島さん、お願いします。今日はキリン車のご紹介をしていただきます。長島さん、聞こえてますか？こんにちは。あ、聞こえた。はい、こんにちは。子ども動物自然公園で、普段キリンの飼育担当しています長島と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは中継お願いします。はい、こちらがですね、今回3月の8日にオープンしましたキリンテラスといいます。新しいキリンの建物です。今まではですね、キリンは、あちらちょっと奥になりますね。こちら前に進んだら映りますかね。昔はあの奥に見える建物にキリンは、夕方夜休んでもらっていました。でこの建物がですね、約40年前の建物でだいぶ古くなってきましたので、今回こちらの新しいキリンの建物を、建設しまして、キリンの引っ越しをした形になります。この中ですね、一番の目玉の、展示がガラス張りのキリンの展示になります。この後ね、そっちの方へ、キリンを見に行ってみましょう。まずですね、入ってきて正面、こちら、記念写真の撮影スポットになっています。こちら遊びに来ていただいた際は、ぜひこちらで記念撮影していってください。キリンテラスって、名前もここに出ています。そしてまず先に、キリンより先に見えてくるのが映りますでしょうか。今ここにいますね。キボシーワハイラックスという動物です。生息地がアフリカ、キリンと同じ場所に生息しているので、こちらで展示をしています。今この中には4頭ですね。お父さん、お母さん、その娘と、さらに、その子供ですね、4頭で、ここで展示をしています。で中に今ちょうど1頭上で休んでくれてるあれ、ギガンといって、本物の岩ではなくて、人間が作った偽物の岩になるんですけども、この岩はですね、動物園の飼育係の人が、自分たちで作った岩になっています。中央くぼんでいるところの、天井部分にはヒーターが入れてあって、寒さに弱いハイラックスでも、冬でも暖かく暮らせるようになっています。大丈夫かな。さあそれではこのまま先へ進んでいきます。あ、こっちにもいますね。今こっちの左側にいるちょっと小さいのが今一番若い、子供のハイラックスです。だかな、ちょうどこっち見てくれてますね。さあそれではそのまま先へ進んでいきましょう。この先いよいよキリンがいるところになります。昔の建物から、約40年経ちますので、今回新しい建物だっていう感じですね。はい、それではですね、この中いよいよキリンがいるガラスのテーブルになります。開けてご覧ください。また正直どうでしょう、見えますでしょうか。こちら向かって右手前にいるのがルンというオスのキリンです。ちょっと遠いですね。中央奥にいるのがリンというメスのキリンになります。
せっかくなのでちょっと前に出てみましょう。ルーンは、リーンの息子になります。リーンがお母さんです。でルーンがオスで、リーンがお母さんのことでメスですね。今、キリンたちが食べている餌、リーンが食べているのが、青草といってイネ科の、草、刈りたての生の草になります。そして右側、ルーンが今食べるのやめちゃったかな。ルーンが食べているのはルーサンと言います。豆の仲間の草で、それの干し草、乾燥です。キリンは、普段は草ではなくて木の葉っぱを食べる動物です。稲の仲間の干し草ですと栄養が足りないので豆の仲間の干し草をあげて栄養を補っています。それからキリン、背が高い動物で高いところの餌を食べるのが、得意です。本来もそういった場所の木の葉っぱを食べています。なので餌のカゴは、天井からチェーンで吊り上げてキリンの顔の高さで餌が食べれるようになっています。このガラスの展示、実は位置にもこだわっています。ちょっと、見づらいかもしれませんが、ガラスの奥のところ、外の格子状が見えるようになっています。ガラスの向こうにいる、キリンたちの姿も、ガラス越しに一緒に見ることができます。さらにですね、この建物、運動場の北側に、建設します。この動物園のキリンの展示場はですね、場所柄冬の北風がひどくてちょっと肌寒い場所でした。今までは運動場の西側にキリンの建物があったので運動場風が吹き抜けていたんですが、今回北側に建物を建てることでその北風をブロックできるようになっています。大丈夫かな。でね、この動物園、キリンは今5頭飼育しています。今ガラスの展示に入っているのがメスのリンとオスのルーンです。親子です。そして今日は運動場に3頭、格子状に3頭外に出てくれています。ルーンのお父さんマルというオスと、それからメスのステップ、これも大人です。そしてステップの息子の、オスの子供ですね、レンという個体が出ています。レンのお父さんもマルです。外の展示場、格子場では今日は親子3頭で出てくれています。ちょうど近くにやってきました。手前のカゴは奥のカゴより少し低めにつけていて、まだ背がそんなに高くないルンでも届くような位置にしています。さあ、ルンの口元見えますでしょうか。キリンとっても舌が器用な動物です。舌をね、上手に舌で絡め取って食べている姿、どうかな、映るかな、見ていただけるかと思います。キリンは、首が長い、足が長い、背が高いことで有名ですが、実は舌もとっても長いんです。そんな舌を上手に使って餌を食べてくれています。それからですね、ここに来たらぜひ見ていただきたいのが、足先から頭の先まで、遮るものなく、網や檻などなく、キリンの姿が見えるということですね。それから地面の高さがお客さんと同じ高さになっていますので、キリンの実際の身長なんかもね、間近に感じていただけるかと思います。長島さん、聞こえますか？聞こえます。はい、どうも。ありがとうございます。親子のキリン、とっても可愛かったです。
よかったです。音届いてましたか？大丈夫でしたか？はい、聞こえていました。よかったです。こちらやっと今ちょうど音届きました。よかったです。はい、長島さん、はい、伝え忘れていることなどはありませんか？大丈夫でしょうか？はい、はい、大丈夫ですよ。もしお時間あれば質問などあればお受けしますよ。じゃあ一つだけよろしいですか？はい、どうぞ。餌はどうして釣られているんですか？はい、キリンはですね、本来こんな風に、高い位置の餌を、食べる動物です。野生の姿を、お客様に感じていただくために、それからキリン自身が食べやすいようにですね、こうやって天井からチェーンで釣り上げた、高い位置の餌かごを使っています。わあ、そうだったんですね。やっぱり首が長いから上の方に餌がある方が食べやすいんですね。そうですね、水を飲む時なんかは下の方に頭を下げるんですけども、そうすると、頭に血が上ってしまうなんていうふうに言われています。高い位置の方がやっぱり、普段生活しやすいみたいですね。わかりました。長島さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、お願いします。キリンの皆さん、とっても可愛かったですね。